今年はバンタム級サンプサンラウンド延長1ラウンド。あと福井さんもいます。福井さんにも引き続き解説としてよろしくお願いします。まあ、全試合ね福井さんには本戦お願いしますので。そうですね、はい、お願いします。さあバンタム級第4試合3分3ラウンド延長1ラウンド、真っ赤な髪が千葉なデビット、そして身長の高い、身長177センチ、身長13センチ高いというのが左側剣豪です。剣豪の身長が177センチ、そして千葉なデビットの身長が164センチ、白さん身長差が13センチということなんですよね。そうですね、はい、まあ、でも剣豪選手もまあ打ち合う選手なので、まあこの試合は自然と打ち合う流れになるんじゃないかなと思いますね。上村さんはどのように考察しますか。そうですね、やっぱりさっきあの白選手が言ったみたいに打ち合いになるだろうなという予想なので、まあ、どんな展開というか、ね、どっちが先に、まあ、間合いだったりとか展開を制せるのかというのはポイントになると思うので注目していきたいなと思います。第1ラウンドが始まりました。福井さんと上村さんがいらっしゃると、まあ、打ち合いになることがあると ね、前の試合もありましたもんね。そうですね、壮絶なね、ちょっと期待しちゃいます。そうですね、結構睨み合ってましたもんねさっき、まずは間合いを測りながらという第1ラウンド。ただ足の長さや腕の長さ、リーチで勝っているのは剣豪。身長は13センチ差あります。じわりと詰めるのが千葉な、赤いトランクスが千葉なデビット、黒いトランクスが剣豪です。右のハイキック、剣豪選手はこの戦い方でいいと思いますね、はい、まあ、自分の身長とリーチを生かして、遠い距離からやって、まあ、ガード下げなければまあ大丈夫と思いますね。しっかりと自分の距離というところ、ここでいいコンビネーション、剣豪。逆に上村さん、この知花としてはどういうふうに入っていけばいいですかね。そうですね、やっぱりあの剣豪選手の組み合わせがよく混ざってくるので、なんか打ち返しにくいと思うんですけど、ただあの自分の攻撃を返せる距離感にはいるので、はい、まあ、しっかり後手に回ってでも攻撃返していきたいなと思いますね。返していくことが大事。あ、コンビネーション、最後膝なんですね。しっかりと剣豪は膝まで入れてきます。それに対して千葉のがどう応戦するか。千葉の選手って令和スポーツジム出身ということで、なんかムエタイの先生が教えているので、まあ、なんか若干スロースタートなのかなというイメージもあるので、なるほど、後半にもちょっと期待したいですね。福井さん、そういう意味で言うと後半に向けてどん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 熱い試合になってきそうですね。そうですね、今も結構アグレッシブかなって思ったりもしますけど、なんか前回 あのラスタ選手の試合も、はい、結構多戦型のデビット選手をされてたんですけど、はい、後半かなり巻き返して、まあ、私から見るとまあ逆転勝ちみたいなところがあったので、まあ、後半期待したいですね。まずは相手を見てというところ、千葉の、千葉のフックが入った。ここでコンビネーションを返すのは剣豪。やはりこの剣豪のコンビネーションというところ、最後膝まで入れてきますね。そうですね、まあ、でも顔面に膝でもいいんじゃないかなって、まあ、ここまで身長差るんだったら。あ、なるほど、ボディではなくというところ。そうですね、ボディは結構意識されしてるんで相手は、剣豪の左、身長は13センチ、剣豪の方が13センチ高い身長差です。前蹴りで距離をつかみながら、剣豪の右足のボディがしっかりと入っていました。まずは第1ラウンドを終えてというところ、どちらもまだ様子を見ている形には見えますが、さあどういった状況でこれから第2ラウンドに入るでしょうか。改めてこの試合の解説ですが、ライズバンタム級1位孤高のワイズマンこと志郎選手、そしてライズガールズパワーアンバサダー上村恵里香さん、そして引き続き福井さんにもお願いいたします。さてまずはこの第1ラウンド終了しまして、志郎さんはどのようにご覧になりましたか。まあ、お互いまあ近い距離なんですけど、まあ剣豪選手結構まあ遠い距離からまあ攻撃しつつ、まあ近い距離でもまあパンチの連続から膝とかも出してるんで、まあ剣豪選手は勝つにはまあこの距離を
まあ、ずっとキープできるかもしれない。そしてさらに膝を、まあ、顔のところまで上げてこられるか。そうですね。で、まあ、千葉ナディップ選手は、まあ、カーフキックをずっと狙ってるので、はい、まあ、それが効いてきたら嫌だなと思いますね。さあ第2ラウンド始まりました。そこカーフキックを狙ってるんですね。千葉ナとしてはこのカーフキック、剣豪の左のふくらはぎのところを狙っていけるか。これですか。右のロー翔さん、今のこの千葉ナの2連打というのはこれカーフキックでいいんですか。そうですね、まあ、1ラウンドからやってるんですけど、はい、まあ、やっぱり剣豪選手足が細いっていうのもありますし、まあ、自分が戦った場合も狙うなと思いますね。なるほど。若干効いてるような素振りが見えますね、健吾選手前足。ワンツー、足から行ってという千葉な。距離感をしっかり取るのは健吾。右のところ再びカーブキック、千葉な狙っていく。膝が飛んでくる左、健吾も返します。ただ距離を詰めていくのは千葉な。いいプレッシャー、千葉の選手、千葉の選手もっとしつこく蹴ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、本当に嫌がってるんで。カーフキックです。カーフキック、はい。上村さん、やはりこう第2ラウンドになって千葉の選手がじわりじわりと前に出てくる、そんな瞬間ですね。そうですね、1ラウンド目とはだいぶこう印象が変わったというか、ちょっと流れが千葉の選手に向いてるのかなというところがあるので、健吾選手はしっかり、ね、最初みたいに蹴っていきたいですよね。ちょっともうちょっと遠い間合いで戦った方がいいのかなという印象がありますけど、これ見ると距離がやはり近くなってきてますね。ちょっとずつ詰まってきているので、まあ、千葉の選手は逆に先代選手が言ってたみたいに、まあ、カーフと、まあ、パンチ打ち明けにしていくとチャンスありそうですよね。なるほど。両者ともにコンビネーションが飛び出している。距離は若干千葉の距離になってきたか。一旦ここは両者にホールディングの注意が与えられました。ですからよりこう距離が若干近くなってきているような。そうですね、まあ、健吾選手との近い距離で打ったときに、まあ、そのままの距離にいるので、はい、まあ、千葉の選手からしたらやりやすいかなって。なるほど。コーナーに追い詰められているのは健吾。この後そうですね、この後こうやって狙われているので、ただ健吾も返していきます。さあ、ここから打ち合いの様相に手ですか。相手を見て、ああ、千葉の左、いい相手のフックが入りましたね。はい、千葉のだいぶ前に出てきている印象。あ、右、健吾返していく。健吾の右、コーナーに追い詰められる膝。今のは完全お腹のあたり捉えましたね。そうですね、ワンツーからしっかり伸びきったワンツー打ってからの膝めちゃくちゃいいですね。なんかお互い結構当たってるような感じするんですけど。そうですね、ダメージってどうなんですかね。どうでしょうね、お互い顔に出なすぎてわからない。そうですね、まだ決定だというのはないか。これで第2ラウンド終了です。第2ラウンドの印象は上村さん、いかがですか。はい、そうですね、うん、まあ、1ラウンドと比べて2ラウンドの方がやっぱ千葉の選手ちょっとこう手数だったりとか、はい、まあ、カーフとパンチの打ち分けしっかりし始めてて良さが出てきたなというところあるんですけど、うん、ただやっぱ健吾選手もさっき見せたようなそのワンツーからの膝だったりとか、はい、まあ、やっぱパンチの打ち合いは健吾選手も強いので、まあ、流れどっちが最後つかむかかなって思いますね。シローさんはどのようにご覧になりましたか。そうですね、まあ、1ラウンドで、まあ、千葉の選手が前に出てる印象があるので、まあ、健吾選手もな3ラウンド最後なんで、まあ、少しずつ、まあ、自分も前出てるってアピールしないと、まあ、ポイントは取りづらいんじゃないかなと思いますね。福井さん、先ほど前の試合、はい、一島選手が、まあ、素晴らしい KO を見せましたので、ここもまた盛り上げてもらいたいところですよね。いや、そうですね、お互いコンビネーションすごく綺麗に決まったり、はい、これで倒してるかっこいいですよね。さあ、第3ラウンドが始まりました。どちらの方が出てくるかというところ。剣豪は第1ラウンドから変わらずこのコンビネーション、対する千葉はじわりじわりと自分の距離に詰めてきます。相手を見ながら、これがハーフですね。本当なんか千葉の選手はなんか頑丈ですね。なんか本当に体がすごい真っ赤になってるんですけど、はい、まあ、全然顔に出さないので、うん、まあ、相手からしたら嫌ですよね。そうか、頑丈なんですね。顔に出ない。
顔に出ないと相手からするとどうなんですかね。やっぱりクリーンヒットして引いたっていう自覚が、ね、あんまり湧かないので手数がちょっと少なくなる選手もいますよね。あれって思いますよね。まあ、精神的にまだ有利という形になるかもしれません。はい、ああいい剣豪のミドル、これは音が響き渡りました。左にボディ千葉な。ただこの千葉なのパンチもだいぶ剣豪のお腹のあたりも捉えてますね。そうですね。お前から行け、お前から第3ラウンド勝負をかけるのはどちらか。剣豪がコンビネーション、しかしガードをしているのは千葉な。千葉さん、やはりこれ剣豪のあのコンビネーションも千葉なしっかりと硬い感じがしますよね。そうですね、まあ、しっかりガードしてるんですけど、まあ、でその後の返しがなくなってきてるんで、あ、なるほど、まあ、千葉の選手も結構きついんじゃないかなってスタミナ的に。あ、ハイキック、これはかわしています。ここで勝負をかけるのはどちらなのか。若干剣豪のボディ効いてるか。千葉の手数が少なくなっているがボディ返す。2人ともいいパンチなりいいボディなり当ててますから、そうですよね。よろけないし顔に出ないし、両者ともに削り合ってはいるんですが、それがなかなか顔に出ないというこの体の強さ。ナイス、左のフック、ナイスボディ、すごい。左右と続けてくる千葉な。剣豪が右を出していく。さあ、志郎さん、最後もう残り30秒切るというところです。そうですね、まあ、ここは千葉な選手も行った方がいいかな。ラスト30秒、さあ30秒切った、ワンツー、剣豪今ましたね。武田さん、今の入りました。いいワンツーでしたね、剣豪選手の。そこからやっぱり蹴りまでつなげられるとベストですね。やっぱ千葉の選手の圧力がすごいので、なかなか、ね、蹴りまでつなげられないですね。ゆいさん、それでも千葉の出てきますね。若干手数が千葉の減ったか。いや、しかしまだ振り、しっかりと左を最後振ってゴングです。いや、両者ともに倒れませんでしたね。あ、すごい、最後の最後まで両者ともに倒れなかったというこの第4試合バンタム級。これって延長あるんですか。そうですね、延長1ラウンドが設けられています。シロさんは延長の可能性大いにありと。可能性としてあるんじゃないですかね。まあ、両方の効いた素振りを見せてないので、まあ、ジャッジからするとまあポイントを振り分けしづらいですよね。上村さんもなかなか難しいですか。そうですね、後半の打ちはなんか本当に互角だなっていう印象があったので、シロ選手言ってるようにジャッジつけにくいだろうなと思うんですけど、まあ、私個人的には若干千葉の選手が押していたかなっていう印象がありましたね。これをジャッジがどう見るか。ただ体力的なところもいくと1ラウンド延長ということになると、どちらかに大きく傾きそうな展開でもあります。ジャッジ永瀬30対29、青剣豪、ジャッジ大沢29対29、ドロー。ジャッジ小川30対28、青剣豪。そして2対0の判定を持ちまして、勝者蹴りを取ったということで、千葉の1対剣豪の一戦は判定2対0で剣豪が見事勝利を収めました。今、シロさんから話がありましたが、この点差分かれたところ改めて教えていただいていいですか。まあ、本当に、まあ、ジャッジが、まあ、剣豪選手の、まあ、蹴り、まあ、いい蹴りが当たってたんで、はい、まあ、パンチは、まあ、まあ、同点で、うん、まあ、蹴りのヒット数で、まあ、剣豪選手が勝ったのを、まあ、ポイントにしたんじゃないかなと思いまして。上村さんはどのようにご覧になりましたか。そうですね、まあ、私は試合をコントロールしているのが千葉の選手かなという印象で見てたんですけど、まあ、ジャッジはその剣豪選手がロープを背負いながら、まあ、その試合をその展開をコントロールしてたっていう風に、あとはまあ蹴り技を評価されたのかなという印象でしたね。有効に蹴り技を当てた剣豪が見事勝利ということになりました。改めてサイゲームスプレゼンツライズワールドシリーズ2021大阪2本戦の第4試合バンタム級55キロは
花デビット対剣豪の一戦、剣豪が判定勝ちを収めています。